はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。山梨様、やすし様、雲州様、菊丸様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。ありがとうございました。小ネタなんですけど、廃れたよな、見ないよなこれなっていうものなんですけどもね、これの使用方法を知ってる人は確実におっさんやな。昭和の異物って言いますか、これ腕時計につけるカレンダーなんですけど、これつけてる人結構いました。おっさんですけど、これを男物の腕時計の幅に合わせてやって、今ならジェンダー言われて叩かれるんだろうな。なんで女性を作らないんだみたいなね。ちょっとネットで見かけて、そういえばこれ見ねえよなっていう。なんで廃れたんだろう。結構便利そうじゃない今でも。あれか、時計にカレンダーが表示されるのが当たり前になってきたから、あるいはスマホみんな、時間確認するの使うから、いらねえってなったのかな。ちょっとの間だけでしたね、これ流行ったのね。覚えてますけど。コラボの闇をサンスポが一番やりをつけました。サンケイスポーツですね。コラボ問題がトレンド入り。ひまそらあかねさんが住民監査請求。コラボ側が11月29日にひまそらさんを名誉毀損で提訴。代表ニート無能さんの報酬は、2020年は1200万円、2021年は1800万円。都監査院、不当会計があるとして、都に精査を勧告。1月4日、精査結果について何らかの発表がある、注目が集まりそうだ。みたいなことを書いておりました。ネットの話、1年で5割増しって、さすがに1800万はもらいすぎだろ。住民監査選挙って、通った時点で大ニュースなはずなのに、他はどこもやらねえなーという。グルだぞ、とも、トファも、ネット以外のメディアでは初報道、薬物牧師の続報がないのはなぜ。パヨってとりあえず訴えるぞって脅すよな。全くダチョウクラブがっつうの。共産党が絡んでるからメディアは報道しないよ。朝日毎日はネット記事削除したぞ。全国的に調べ直した方がよくね。これからが楽しみすぎるわ。ニートムのって TBS の老害番組出てたよね。そうなんだ。TBS の老害番組といえば、なんだろうね、サンモニーですかね。シールズ奥田くんからの援護射撃ないの？すり減ってもないタイヤを買い替えまくりだっけ？20年1200万円、21年1800万円、税金中中貧困ビジネスって儲かんのね。やめられまへんな。サンスポ報道だけだと代表の報酬が高すぎるから監査請求出したみたいな印象になっちゃいますけど、真っ黒塗りの資料出されて、暇さんがぶち切れたっていうのが真の理由じゃないかなって思います。って思ったら、1800万円は何人か分の人件費の総額だそうで、代表のニート無能の一人でがめてたもんではなさそうです。これサンスポの早とちり、誤報ですけど、擁護派はこの、一間違いを大騒ぎしてですね、全部間違いであるっていう風に印象操作しそうだな。サンスポを訴えるかもしれないし、論より大声嫌がらせがポリシーですからね。産経本誌では報道ありません。未だサンスポでチラッと報じて様子見してんでしょうかね。次に報道するのはですね、夕刊フジあたりかな。今日の何時に発表するかわかりませんけれども、その後のメディアの態度は見もの。朝日毎日東京新聞なんかは一言も報じないだろうな。一斉にですね、ネットから薬物牧師逮捕の記事を削除したそうであります。朝日毎日東京が、これ他確認してませんけれども、他も削除した新聞社アンデネが地方新聞、沖縄タイムス、琉球新報なんかは
そもそも報じてない最初からっていう可能性もありますね。徹底的に隠す強い意志、あるいはですね、どっかからの命令で一斉に削除したっていうのを感じちゃいますね。バチ関係メディア、この牧師の悪行を報道しない日本大手メディアの信頼は史上最低って昨日書いてありましたけど、いやずっとね史上最低でもう低空飛行じゃなくて地面に落っこってっから、これ以上下がりようがないんですね。ずっとずっとずっと失墜するような、信頼ない、信頼が落ちたっていうのは信頼があるところだって、信頼ゼロのところは落ちようがない。とりあえず朝日毎日東京新聞は、バチカンを敵に回したってことで、いいのかな。マスク版ツイッターになってからですね、隅に追いやられて、なってなかったら、マスク版のツイッターになってなかったら、つまりキラキラ社員がなんかツイッター内部で操作してたら、隅に追いやられてですね、コラボがトレンド入りせずにこんだけ盛り上がらなかったって可能性ありますよね。よかったよかった。と関西コラボは高額なレストラン食事代、宿泊代、理解しがたい物品の購入代に税金を使ってる。また契約上ありえない遠隔地の宿泊代を計上するなど妥当でない経費を計上して不当な請求をしている。これ沖縄に行って基地反対ってやった旅費を計上したみたいですね。なんでそれ都が都内で活動する団体だぞお前らということですよね。このツイートに3万いいねがつきまして、大椿優子社民党副代表が発狂してしまいました。コラボが見解を出しても巨大なフォロワーを持つインフルエンサーによって書き消されていく、ネットの反応です。ちょっと何言ってるかわからないようやくグヤジー、あなた調べる必要ないって言ってましたよね。と監査とコラボ、どっちが信用できますか。真っ黒文書出してきた時点で信用ないんだよな。案の定論点ずらしてきましたな。もう自分でも何言ってるか分かんないんじゃない。泥沼トラップに自分からハマってて草、疑われた側が潔白を証明しないといけないんじゃなかった。自分に3万いいねなんてついたことないから嫉妬ですかね。強力な力に押しつぶされる小さな正義っていう設定なんだろうけど、納税者に追及される真っ黒な闇っていうのの間違いでは、鳥海鳥海東京大学大学院工学系研究科教授がいつものコラボ用語と反コラボツイートを分析しておりました。大きな円が反コラボ、小さい方がコラボ用語であります。まあまあ圧倒的なんですけどね。図を見て気がつくのが見事な分断だなぁ、全然交わってねえよなって話で、双方が交わってないんでね、お互いに反対なら反対意見しか目に入ってこない、擁護なら擁護の意見しか目に入ってきてない、可視化されたですねエコーチャンバーってこれのことなんだろうなんて、思っちゃいました。まあまあ圧倒的ですよ反コラボ。アカウント数158,996、ツイート数4125ツイート、リツイート数257万、コラボ擁護アカウント26,220、この時点で7倍ぐらいの差ついてますね。ツイート数1,382、3分の1ぐらいか、7分の1のアカウントが3分の1ぐらいのツイートをしたってことは、まあまあ反コラボの 2,3 倍は頑張ってんだね。擁護の方がリツイート数18万、反コラボの257万、とは比べ物にならないですね。まあ圧倒的じゃないか我が軍はという感じなんですけど、反コラボ側は 3.7% のアカウントが拡散 50% を占める。コラボ擁護派は 4.6% のアカウントが拡散 50% を占める。10% 以下のアカウントがですね拡散 50% を占めるとですね、すごい少ないんだけど、少数がすごい頑張ってるって印象なんですけど、今回は反コラボ派がすげえ頑張ってるなぁということだそうで、その教授によるとね、私がコラボについてツイートしたのが6個ありました。これらのリツイート総数が現在 11,732 でありました。6個のリツイート全部足したら 11,700 になった。まあ頑張った方がな。今日が中間発表の日でしたか、領収書集めの時間はなかったのでは。なかったんだよ。
領収書出せない。発表された都の精査結果がグダグダなもんだったらまた騒ぎましょうね。あの全国のコラボもどきの調査も必要です。薬物牧師は神戸のコラボもどきホザナハウスっていう団体の代表者だった。やっぱりね、あの家出少女を保護するみたいなことやってたらしいんですけど、ホザナってどういう意味なんだろう、もしや韓国語かみたいな感じですね。どうせあの全国にあるんでしょ、こういうあのコラボもどきがね。そこ全部調べてほしいよ。記事訂正がありまして、再調査結果発表は明日5日にずれ込むようです。都がね、あのグダグダな調査結果出してきたらまたあの大騒ぎしましょうね。コラボ関係者、今夜はよく眠れませんな、眠れませんな。外国人実習生年間7000人以上が失踪、うちベトナム人が5000人程度。高額の費用負担や人権侵害を調べるため厚労省が各国の送り出し機関を現地調査することになりました。まあブローカーっていうやつですね。ブローカーにまあ100万とか150万とか払って日本に来させてもらう窓口受け入れ、っていうのはあの聞いてましたけれども、これを厚労省が現地調査、どんな調査すんだかね。聞き取り調査につって、アンケート調査につって本当のこと言うわけねえよね、こいつらね。まあそれでも調査やりましたってお呼ばれして結果出してくんでしょうけど、ネットの話、政府が運用する制度で失踪者7000人って、今更か遅いよ。初の実態調査って今まで何やってきたんだ。まともに調査してなかったってすごい。見て見ぬふりし続けて何十年、即刻廃止するべきと。記事読むとですね、円安で奴隷が確保できないから、あるいは失踪しまくりで奴隷が足りないから渋々調査するみたいです。なんじゃそりゃ。毎年7000人も失踪して地下に潜伏してね、潜在的な犯罪者、まあ、失踪した時点で不法滞在の犯罪者になってますけれども、そういうことは問題ないらしいんですよ、厚労省にとっては。警察庁なんか言えよっていう、俺らの仕事を増やすんじゃねえとか、なんとか言えって話なんですけどね。それとも犯罪が増えた方が予算つくっていうんで、組織が拡大できるって歓迎してんのかね、警察庁ね。だとしたらですね、自分らの子や孫も被害者なのかもしんねえのに、本当にバカな連中だな、警察庁の幹部、上の方もな。こんな奴隷貿易、一刻も早くやめろ。奴隷がいなきゃうちが潰れるっていう声は無視しろ。そいつら確実に悪なんですから。なんで地下に年間7000人も潜伏させるような制度を続けんだっていう話ですよね。おっかなくてしょうがねえよ、一般人はさ。というわけで、メール党員さん大募集。支部長さん、立候補していただく支部長さん、ご応募よろしくお願いします。最近ですけど、大田区で立候補してくれる大田区支部長が決定いたしました。もうちょっと増えといいな。面倒見の大変だけど、みたいな、感じであります。デトックスジャパン。